こんばんは、どんチャンネルです。時計は12時回ったので、7月3日と、もうだいぶ七夕がね、近づいてきたけど、今日はね、まあ、梅雨の晴れ間っていうことでね、いつもはね、自転車ロードワーク、鹿の島の入り口まで行って、鹿の島センターにタッチして、とんぼ返りしてるんだけど、今日はね、貴重な梅雨の中休み、だったんで、まあ、島をね、一周して帰ってまいりました。でね、一周している時にね、すごいね、バイク集団、あれ、旧社会っていうのかな？に遭遇してね、あれ、100台ぐらいいましたよ。ちょっとびっくりした。ねえ、あ、日本ってまだ活力がある、残ってるんだな、みたいに思った次第です。んで、最近ね、最近も、まあ、ずっと、なんていうの、こう、まあ雨が降っていても、まあ午前中晴れたんだったら、なるべく走りに行こうみたいな感じでさ、自転車ロードワークは続けていて、まあ今体重はね、だいたい60乗ったり切れたり、だいたいそれぐらいを安定して記録しているという状況でございます。だからまあ身長は170センチの人は、まあそれから110、110を引くと、60と。だから、まあ、身長から110を引いた数値、キログラムが適正体重っていう、まあ一つの目安があるんで、まあ60キロぐらいがいいのかなと思ってはいるんですけどね。まあ、おかげさまでね、下半身はだいぶね、肉がついて、筋肉がついてプリッとしてきたんで、こう、上半身をね、鍛えなきゃいけないと思ってさ、これ買ってきますよ、これ。まあちょっと、どこまで鍛えられるかどうかわかんないけどね。なんか、さっきネットのニュースで、なんかパーソナルトレーナーをつけたら、まあその人の指示で頑張ってやっていたら、頑張りすぎて、なんか事故が起こってるみたいな話も聞いてね。まあ筋肉トレーニングも、まあほどほどにしとかないといけないのかなと思ったりしました。パーソナルトレーナーと聞いたら、なんだっけ、鈴木亮平さんと、宮なんとか、忘れた。エゴイストっていうやつあったじゃない。で、あれで、ね、パーソナルトレーナーと、こう、ね、男同士で、こう、親密な関係になるっていう話で、僕は役者さんの演技にびっくりしたんだけど、まあ僕の場合パーソナルトレーナーをつけるまでもなくね、まあ寝る前にゴロゴロしようかなみたいな感じです。食べ物はね、まあちょっと55キロぐらいだった時にはね、ちょっと炭水化物系も取り入れた方がいいのかなと思って、それこそオートミールとか玄米とか、まあいろいろ試したんだけど、最近ね、なんかこう、食欲がね、あんまり湧いてこなくて、まあ、暑さのせいもあるのかな、湿気のせいもあるのかな。なんかね、最近はね、まず、主食が豆乳でしょ？で、わらび餅、あと、そうめん、豆腐、まあ、食べやすいもんばっかりね。あと、豆腐、納豆とかさ、まあ、そういうライトな食事でね、一応事足りて、ちゃんと頭は働いております。食事関係もね、ほんとこう、毎日体重チェックしながら、まあ、なんかいいかな、みたいな感じでね、まあ、未だにね、なんか試行錯誤しているような感じです。あと、トマトも毎日食べてっかな。で、気が向いたら缶チューハイ飲んだりね。肌の調子はすごいいいですよ。今年、まあ、正月にさ、いろいろめんどくさいことが起こってさ、まあ多分精神的なストレスが来たんだと思うんやけど、ここのところに店、ここのところがさ、汗腺？なんか、皮膚がね、ごわっとなって、こう、皮膚の表面がね、こうしたら、パラパラパラっとめくれる、ふけが出るみたいな感じになる病気に、ここなってたんやけど、今ね、もうちょっと黒い跡が見えるぐらいでもう治りましたね。やっぱこう、自分の場合は、皮膚に、こう、精神的なストレスが現れるみたいな感じなのかなと思ってるんですよね。
だから頭がかゆかったり、なんか皮膚がね、なんか薄くなって、この辺がなんかこう赤くなってチリチリってなったりするようなこともあったんやけど、最近はすごい調子いいですね。まあ、今これといってなんかこう、なんか職場でなんか問題があるとかさ、なんか何かをどうにかしなきゃいけないみたいな強いストレスを感じる部分がないんで、まあ体調もいいのかなっていうふうに思っております。ねえ、この体調の良さをさ、なんか初心期から30代半ばの時期ぐらいまでキープできていたらさ、むしろさ、初心期から30代半ばの時代の方がね、自分は体調悪かったもんね。しょっちゅう下痢してたしね。まあ、今はこれといってね、まあ、深い悩みがあるわけでもないので、まあ、そういう意味でね、調子がいいのかな、みたいな気がしております。ただ、まあ、食事に関しては、まあ、逆に体調が悪かった時、太り気味だった時には何を食べていたかというと、やっぱりこう、糖質とか、脂質？油物？Sorry, I don't have an answer for that. エコーストップ。だから、まあ、体重を気にしたらさ、自然とやっぱ糖質、脂質の多い食品は避けるようになるんですよ、自然と。逆に、まあ、納豆とか豆腐とか鶏肉とかさ、タンパク質、まあ豆乳とかもさ、タンパク質が多いものはちゃんと取りましょうみたいな意識が働くんで、まあ自然と、まあ体の調子もいい方向に行くし、体調が良ければ、精神的にもいい感じだし、まあ60還暦を迎えたおじさんがさ、まあこういうこと言うのもあれだけどさ、まあねえ、この今のこうコンディションの良さがさ、まあ20代とか30代の頃あったらなって、俺の人生変わってたよねみたいなことをね、まあ思ってるんだけど、まああと10年か20年かさ、まあそんな長くは生きないけどさ、まあ残りの人生有意義にさ、まあちょっと自分の人生30半ばぐらいまでなんかこうパッとしなかったけど、それ以降はマンションのローンも返して好きなことできて、ああよかったなと思いながら死ねたらいいのかなみたいな感じのことをね、思ってるんですよね。だからまあ別に今からなんかすごいね、すごい必死こいて働いてなんかでかい買い物をしようとかさ、そういうのはもう思わないもんね。まあただ今英語の勉強してるんで、まあそれをなんか駆使してなんかこうよその文化を知ったりさ、日本の文化を諸外国に発信したりさ、そんなことが人生の終わりの方でできて、ああ俺は日本に生まれてよかったなとかさ、そんな風に思いながらスッと息を引き取れたらいいのかなみたいな、まあこの調子じゃ孤独死しそうなんでね。 はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。